シャイアンはアメリカ合衆国ワイオミング州南東部に位置する都市、同州の州都であり、最大都市である。もっともワイオミング州は全米50州の中で最も人口の少ない州であり、最大都市といっても人口は59,466人に過ぎない。しかし、それだけに西部開拓時代の街並みや雰囲気を色濃く残し、観光州ワイオミングの中でも、 人気の高い観光都市である。一方、経済や交通の面では、同市の南約1 8 0トルに位置し、ロッキー山脈地方の中心都市であるデンバーとの結びつきが強い。シャイアンはインディアンのシャイアン族からその名を取っている。また、アメリカ海軍の軍艦数隻が同市にちなんでアセスシャイアンと名付けられた。北西高のララミーには、 ワイオミング州切手の高等教育機関、ワイオミング大学が本部キャンパスを置いている。初期のシャイアン1867年7月4日、グリーンビルドッジ大将がダコタ準州のこの地に初めて足を踏み入れた。当時周辺ではユニオンパシフィック鉄道の建設真った中であった。4ヶ月後にこの地に鉄道が開通すると新しく建設された。 この都市に4000人もの人が移住してきた。魔法のような成長だったため、マジックシティクイーン・オブ・ザ・プレインズなどと呼ばれた。周辺に住んでいたインディアンのシャイアン族にちなんで、ドッチ大将はこの都市を、シャイアンと名付けた。1868年7月25日に、ワイオミング巡州として、ダコタ・アイダホモンタナ各巡州から分離、シャイアンは、同巡州の州都となった。 1890年7月10日、ワイオミング淳州は、連邦44番目の州として、昇格、淳州都を引き継ぐ形で、ワイオミング州の州都となった。鉄道の開通によって建設された町であるだけに、シャイアンは8台のみ現存する、ユニオンパシフィックビッグ貿易機関車のうちの1台、4004が残っている。当時としては、最大級の機関車であり、100もの貨車をつけ、 時速50マイルで、ロッキー山脈を越えた。シャイアンは、北に41度8分44秒、整形104度48分7秒、北に41.14556度,度、整形104.80194度、41.14556-104.80194に位置している。アメリカが州国統計局によると、シャイアン市は総面積54.9、 平方キロメートルである。このうち54.7平方キロメートルが陸地で0.2平方キロメートルが水域である。総面積の0.38%が水域となっている。シャイアン周辺の道路シャイアンの玄関口となっている空港はダウンタウンにあるシャイアン空港である。グレートレイクス航空の本社がシャイアンにあるため同社のハブ空港であり、デンバー国際空港からの便が発着する。 しかし、空港の規模が小さく、デンバー国際空港から、シャイアンのダウンタウンへは 170km ほどと近いため、車を利用するのが一般的である。シャイアンでは日本の週間高速道路、I-25 と I-80 が交わる。I-25 は、ロッキーサンム役登録を南北に走り、デンバーアルバカーキエルパソなどに通ずる。I-80 は、 サンフランシスコからニューヨークへと大陸を横断する高速道路である。グレーハウンドはシャイアンには停車せず、同社と提携しているパウダーリバー交通がシャイアンとデンバーなどの都市を結んでいる。また、シャイアンにはアムトラックの駅はない。市内にはシャイアン交通プログラムの下で運営されている路線バスが走っている。また、ダウンタウンには観光馬車もある。 ワイオミング州会議事堂以下に、シャイアン市における1870年から2007年までの人口推移をグラフ及び表で示す。なお、2007年の数値は推定である。ありがとうございます。